to the groove.乗ったことないんですけど、まあ、格好もいいですし、僕の当時からすればかなりハイテクになってるなっていうのがドライバー的には多少楽になってるところはあると思うんですけど、その代わりスピードが上がってるっていうのがあのきついところでもあると思うんですけど、一番最初に見たのは阿部さんとオーディション見に行った、あの選手選びに行った時に走ってたのが高台と山本くんとかいまして、はい、ちょうど雨だったんですけど、雨の量が一番増えてきた時に順番回ってきたみたいな感じで、それでもそのトップの方をなんとかこう抜いてやろうっていうような感じで、すごい印象残りました。たまにポカはしますけどでもまあすごい成長し、あの大人のドライバーになってくれました。2007年からリアルレーシングの活動が始まって、まあ、その頃からもう本当にずっと、まあ、リアルで走っているわけで、なんか単純にそのチームのドライバーってよりも、もう本当にリアルの一員っていう、もう思いはすごく強いので、チームを強くしなきゃいけない、結果を残さなきゃいけないっていう思いは、まあ、あの今も強いですけど、まあ、これから先もずっと変わらないと思います。金石監督は、まあ、もうチームの大黒柱、お父さんみたいな感じで、厳しい時もあるんですが、基本的には、まあ、スタッフ全員のことを思って優しいかなっていう、塚越君とももう長い、F3 が彼が乗ってる時からなので、もう12年とか、すごいなんかもう男になったなっていう感じで、最近は、パパにもなり。でもう立派なレーシングドライバーですし、ただなんかあの車に乗ってない時は女子友達みたいな感じです。お友達キャッキャしながらフルーツ食べるとかそう、かわいいあのスーツピシッと着て、と髪を必ず綺麗に切ってからだいたいサーキット入りますね。あと実は爪も綺麗です。爪もピカピカにちゃんと綺麗になってますね。単純にもう本当にシンプルにガチンコのレースだと思いますし、世界でもまあトップレベルの速さを誇るレースだと思います。日本のスーパーホンダはやっぱりレースっていろいろ要素が多いじゃないですか。いろんなもう不確定要素がいっぱい、それをどれだけどんな風にして取り組んで実際その結果に反映できるのかっていうのを今やってる段階ですね。レース会場にそのカメラをいくつか設置いたしまして、そのカメラで各コースを撮っております。そのコースでその時のベストの走りをした選手と塚越選手の走行の比較の動画を撮影し、次の走行に役立っていただくということをしております。でもう一つはいただいたロガーデータを分かりやすく可視化してお見せするということをやっています。あれ見ても分かりやすく、まあ、直感的に感じる、振り返ってくるような、まあ、ハンドルの切り方、どのぐらい切ってるか、それかアクセルブレーキとブレーキの踏み具合とか、そういうデータを、まあ、扱っています。サーキットはたくさんいろんな種類のかっこいい男性が働いてらっしゃるので、ドライバーももちろんですけど、メカニックだったりエンジニアさんだったりとか、それぞれの男性のかっこよさを見に来てもらいたいです。一度見に来ていただけるとファンになっていただけると思うんで、ぜひ皆さんいろいろお忙しいとは思いますが、ぜひお越しください。